この動画には、以下の成分が含まれています。それでもいい方は、ゆっくりしていってね。じゃあ対戦やっていきます。今回から人影を使っていくのか。視聴者さんから、ゆうまい人影のリクエストをいただいたので作ってみました。お相手が見つかったぜ、トシさん。対戦よろしくお願いします。お相手のパーティーは、沼クロウ、スタージェ、ゴース、ややこま、デッシード、ナックラーだね。なんか上に対にすごく親近感湧くんだぜ。最初見た時御三家統一かと思っちゃったよ。じゃあ選出決めていこうぜ。ナエトルは確定で。なんでさも当たり前のようにナエトル選んでんだよ。前回ナエトルばかり出たので、動画厳選の時、今回は出さないように選出しなかったら全部負けました。だ、から、ナエトルはいります。まあ、このパーティーだと壁とか張らないと厳しいからな。だが次の対戦からはできるだけ違う選出しろよ。はいはい、わかりました。じゃあナエトルは確定で、あと人影も連れていきます。あとは、秘密兵器のポッチャまで行きます。相変わらず適当選出だな。それではトシさん、対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。お相手はナックラー、進化前でもかなりの攻撃力を持ってるポケモンだぜ。でもナエトルの硬さなら大丈夫だよ。行ってこい、ナエトル。ここはどうするんだ。ナエトルなら2回は耐えるだろうし、ここはまず一番必要なステロを巻いていきます。ステロさえ負ければあとは人影、ボッチャまで全抜きできるかもしれないしな。とりあえずステロ負けたね。次はリフレクター当たりか。そうだね、じゃあ次はリフレクターを張っていじわれ。ナエトルー。確かにナックラーは地割れ持ってたな。忘れてたんだぜ。ナエトルー。マリサやばいよ。まだ大丈夫だぜ。とりあえずここは人影は出しづらいし、ボッチャまで行くんだぜ。そうだね、沼クロウのためにあまり出したくないけど、選出されてないことにかけます。行ってこい、ボッチャマ。じゃあここは後ろのポケモンのことも考えて、一番火力の出るハイドロポンプで行くんだぜ。さすがに一撃だよね。よしよし、当ててくれたんだぜ。あ、タスキさんだー。そして反撃の自信がボッチャマに入っていくー。ボッチャマ耐えてー。 H 全振りのボッチャマでもこんなに食らうとはな。本当に火力やばいね。じゃあここはもう一度ハイドロポンプ打っていきます。当ててね。よかったよかった、これでようやくナックラー突破だね。でもナックラーにパーティー反壊されてるんだぜ。最初の地割れが大きいかな。終わったことを言っても仕方ないが、あれが当たってなかったらこちらが有利に進めれていたかもな。お相手はゴースだな。素早さ負けてるだろうし、この体力のポッチャマを残しても仕方ないからここはポッチャマを捨てます。でもポッチャマはナックラーを倒してくれたし、いい仕事してくれたな。お相手のゴースはシャドーボール。もちろん耐えれるはずもなく。ポッチャマは倒れる。お疲れポッチャマ、綺麗なハイドロポンプだったよ。どんな褒め方だよ。かなり絶望的だが、ここはもう人影に頑張ってもらうしかないんだぜ。ここは道連れが怖いし、竜の舞をしていきます。ちなみにこの子はエースぶっぱのたすき持ちです。お、やはり道連れだったな、危なかったんだぜ。もし攻撃してたら終わってたかもね。ではここはドヤ顔で竜の舞を積ませていただきます。ゴースさん、今日の夜こいつに悪夢を見せてやってください。これでエースは逆転できたけど、もう一枚するか悩むね。確かに、どうするか。ここは少しリスキーですが、もう一枚したいと思います。少し悠長すぎないか。ここでもう一度道連れ打ってきてくれないかな。さすがに打ってこないだろ。もし打ってきたら勝ち確だと思うがな。ですよねー。まあ当然なんだぜ。毒にもならなかったし、ここまでは予想通りだね。あとはお相手の3体目次第になってくるな。とりあえずここはフレドラは打てないので、激輪打っていきます。2枚したし、さすがに落とせるだろ。人影の激おこぷんぷん丸、かわいい。よし、これでゴース突破だぜ。3体目のポケモンが先制技がないややこまか、スタージャなら嬉しいな。はい残念、沼クロウだぜ。これはどうなの？正直わからないけど、多分急所じゃないと無理そうな気がするのは私だけかな。霊夢、多分その通りだが、今は祈るんだぜ。頑張れ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 。はい。まあそうだよな、結果的にはゴースのところで2枚せずに殴るべきだったかな。人影、いい働きだったぜ。それでは、対戦ありがとうございました。じゃあ2戦目やっていきます。
はるかさん、対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。お相手のパーティーは、ガーディ、ストライク、パールル、コイル、グライガー、ニューラだね。2戦ともマイナーパツ界の方との対戦だな。戦術はどうする？そうだね、今回はナエトル抜きで戦っていきたいと思ってるので、ナエトルはお休みで、ニューラ、コイル、ストライクと戦えるホッコ、あと今回のコンセプトの人影、あとどうしようかな。よし、秘密兵器で行きましょう。どんな戦術だよ。それでは、対戦よろしくお願いします。さあ、今回初のナエトル抜きの戦術だがどうなるか。ナエトル見てる？私は頑張るから天国で見ててね。勝手に死んだことにしてんじゃねえよ。お相手の初手は超える。さあ行ってこい、人影。お相手のコイルは頑丈持ちだろうし、ここは雪崩を打ってあわよくばひるんでくれればって感じか。そうだね、じゃあここは岩雪崩を打っていきます。お相手は交代しなかったね。ひるんでくれないかな。ひるまずか、そしてお相手は電磁波、竜舞しなくてよかったな。頑丈潰せたからよしとしようか、次はさすがに攻撃してくると思うけど激リンジャー倒せるか微妙なので、相打ち覚悟でフレアドライブ打っていきます。お相手は10万ボルト、どれぐらい入るか。まあエースぶっぱだし、助けまで行っちゃうね。これで痺れなければ超えると相打ちだな。よしよし、まあもし痺れてもホッコでなんとかなったとは思うが、オーバーヒートあまり打ちたくないし、よかったんだぜ。でも人影をここで捨てるべきじゃなかったかもしれないね。人影、ありがとう、いい働きだったよ。ここはどっちを出していく？最初に人影出したから、お相手は連続で炎ポケモン出してこないと思ってるかもだし、ここはホッコを出していきます。そんな安易な考えで選ぶんじゃない。さあ行っておいで、ホッコ。さあ頑張ってくれよ。お相手はガーディー、ボッチャマが正解だったな。でもお相手もそんな抜群取れる技はないんじゃないかな。交代もあるかもしれないしここは身代わり打っていきます。お相手は交代だぜ。誰が出てくるか。お相手はグライガーだね。これは身代わりしておいて正解だったかな。身代わりもあるし、最大火力のオーバーヒートでいいか。悩ましいけど、オーバーヒートで持っていけるか微妙だし。ここは鬼火打ちます。そして華麗に読みを外していくスタイル、さすがだぜ。身代わりも早めに壊したいだろうし、ここで挑発打つなんて思わないじゃない？じゃあ気を取り直して今度こそオーバーヒート打っていきます。お相手のグライガーは自信だな。身代わり張っておいたからよかったけど、これ身代わり張ってなかったらヤバかったよね。霊夢、当たり前すぎることを言うんじゃない。そしてオーバーヒート。ホッコちゃん、お願い、持ってってよーし、えらいえらいホッコちゃん。だがホッコはお前のこと嫌ってるんだ。お願いだからそれは言わないでー。あれからずっと引きずってるんだよー。お相手はガーディーが戻ってきたんだぜ。素早さってどっちが勝ってるのかな？とりあえず後ろがポッチャまで安心だし、ここはサイコキネシスで削っておきます。わ、ワイルドボルト。そういえばそんな技持ってたな、これはやばいんじゃないか。耐えてくれたけど、次のポッチャマが耐えてくれないと負けなんだよね。なんとかポッチャマには頑張ってもらいたいんだぜ。ホッコは命の玉によりダウン。ホッコありがとう、今度一緒にお茶でも。いやだ。ねえマリサ、私なんでこんなに嫌われてるの。さあな、霊夢だからじゃないか。さあポッチャマ、ガーディーのワイルドボルトを耐えてくれ。じゃあハイドロポンプでいいよね。もちろんだぜ。ポッチャマ、タイロロロロロッロロロロッロロロロロロロッロロ。よっしゃー、キモいわ。そしてお返しのハイドロポンプー。今回はポッチャマが頑張ってくれたな。そうだね、ナイスだよポッチャマ。それでは対戦ありがとうございました。